いつ何時、誰の挑戦でも受ける。アントニオ猪木の名言です。この言葉に対して反応した格闘家がいました。小説、東海の殺人拳のモデルとして知られる空手家、水谷郁夫が、ルールのない命を懸けた戦い、お猪木に申し入れます。鎖鎌、斎、トンファーなど琉球古武術の達人であった水谷。その申し出を猪木は承諾し、具体的な話が進められます。マスコミでも昭和の巌流島と報道され、現実味を帯びてきたのですが、テレビ放映のスポンサーがつかなかったこと、そして水谷の抜き手による命の攻撃や急所攻撃によって猪木に万一のことがあると危惧した新馬久志の仲裁により直前で中止となってしまいます。この交渉の過程で水谷は猪木に対してプロレス界のスターでありながら一から手下の挑戦をリスク覚悟で承諾した姿勢に尊敬の念を抱きます。また猪木も自らの命を懸けて戦いを挑んでくる日本人がいることに驚き、その後交流を深めた二人は互いの名を一文字ずつ入れた関水流空手を設立します。ちなみにこの関水流空手の出身者には後藤達俊や松永光弘がいます。しかしこのことにただならぬ感情を抱いた人物がいました。劇画原作者の梶原一騎、巨人の星、明日のジョー、タイガーマスク、愛と誠などの漫画を次々にヒットさせ、またプロレススーパースター列伝でファンタジーあふれるストーリーで当時のプロレス少年の心を打ったメイストーリーテイラー。1981年より新日本プロレスに登場した初代タイガーマスクも梶原氏の許可があってのことでした。この頃新日本プロレスではタイガーマスクの権利料を梶原氏に支払うのが滞っていました。また空手バカ一代の原作者でもあった梶原氏は極真空手の大山増達とは義兄弟の関係でもありました。このような様々な事情が絡み事件は起きてしまいます。1982年、指導官空手は興行を行い、猪木はここにタイガーマスクを友情出演させ、成功に終わります。その晩、梶原氏は指導官の添野義次師範と、その門下生数人、そして裏社会の方々と大阪のリーガロイヤルホテルで打ち上げを行っていました。当時の興行は裏社会とのつながりは必須でした。そのうちに興行の成功は、狭山タイガーを指導官の興行に出演させてくれた猪木のおかげということで、同ホテルに宿泊中の猪木、新馬氏を部屋へ来いよと呼びます。最初に部屋に現れたのは新馬氏。いきなり支部長という明らかに肩着ではない人物が新馬氏に食ってかかります。こら新馬、一体何ですかと新馬氏が戸惑っていると、支部長がとんでもない剣幕でまくし立ててきます。図に乗るな、猪木を呼ばんかい、猪木を。猪木に言ってやりたいことがあるんや、早く呼ばんかい。ほどなくして猪木が部屋に来ると間髪を入れず支部長が怒鳴りつけます。こら猪木、空手の関水流とは何事や、空手は梶原が極真やっとるやないか、それを関水流なんてのを作るとはどういう了見だ。梶原を何だと思ってるんや。猪木はこの時期、タイガーマスクの権利料未払いの件もあり、気まずいためか、梶原氏を避けている節がありました。猪木は戸惑い、何ですかこれは、と梶原氏の方を見ましたが、その間もなく支部長が、何ですかとは何や、ふざけるな、と呂列の回らない口調でまくし立てます。新馬氏はやばい薬でもやってるんじゃないかと警戒します。猪木は眉をひそめ言いました。関水流のことなら私より新馬の方が詳しいから。そして猪木はさっさと自分の部屋に引き上げてしまったのです。滞在時間3分、なんというリスク管理。
残された新魔師はたまったものではありませんでした。反論しようとしても、支部長は聞く耳持たずかぶせてきます。いつ終わるともわからない罵倒地獄。俺をただもんやと思ったら大きな間違いやで。茶化でも何でも出したろか。おい、茶化持ってこいや。と同席していた若い衆に声をかけたりするのです。恐ろしすぎます。同席していた梶原氏はほとんど何も語りませんでした。結局、この罵詈雑言は朝の6時半まで続きました。支部長は7時間近く、ほとんど喋りっぱなし。普通ではありえないです。新馬氏はなんと7時間も監禁されたのです。ようやく解放され、精魂尽き果てた新馬氏は、部屋に戻ると猪木の部屋へ電話報告します。すると猪木は、おう、よかった新馬、俺も寝ないで心配していたんだ。あと10分か15分経って連絡がなかったら、110番しようと思ってたよ。なんと調子の良いアントン。これは新馬氏からの証言であり、新馬氏も時々話の内容が変わるので、真実ははっきりとは分かっていません。猪木はこの事件について、新馬との間で何かトラブルがあって、俺も一緒に大阪のホテルに呼び出されて、よく事情が飲み込めないままいきなり脅されてね。一緒にいた男は、茶化持ってこい、とか言ってるし。俺は茶化ってピストルのことだって、その時は知らなかったんだけど、本当はそんなのも、単なる脅し文句だったんだと思いますよ。一通り言いたいこと言い終わったみたいだったんで、じゃ帰りますよ、と帰ってきたんだけど、何のかんのと言っても、梶原氏は基本的にはアントニオ猪木のファンだったんですから、と語っています。なんという能天気、なんという他人事、猪木、恐るべし、です。翌年、警察に目をつけられた梶原一騎氏は、編集者暴行事件、夜の街でのハレンチ事件、など余罪をかき集められていました。その流れで、この、アントニオ猪木監禁事件が浮かび上がってきます。結局、梶原氏は逮捕。新日本プロレスとは完全に縁が切れ、これが1984年の全日本プロレスでの2代目タイガーマスクデビューにつながっていきます。梶原氏は、常々格闘技世界一を公言しているほどの男が、たかが劇画作家に監禁されたと被害届なんか出すなよ、とぼやきました。この事件で体を張って猪木を守った新馬氏は、翌年のクーデターで新日本プロレスを追放。そして猪木からも見捨てられてしまいます。そして何より子供たちが残念だったのは、少年サンデーで連載されていたプロレススーパースター列伝が事件のために打ち切り、次回のジャンボ鶴田編が幻に終わったことでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録といいねを押していただけたら励みになります。